覧の皆様、こんにちは。衆議院議員の大塚拓でございます。参議院議員の丸川珠代でございます。この度ですね、私ども結婚をすることとなりまして、党のマルチメディア局からですね、結婚式の前にぜひ、このチャンネルに出てはどうかというお話をいただきまして、ちょっと皆様にご挨拶させていただくことと。そんな先生、段取り臭い話はいいんですよ。つまりですね、ご結婚の報告をぜひ皆様にということで、2人でこうして、メディアに2人で並んで登場するのは初めてなんですよね。ということで、ちょっと緊張しておりますけれども、何の話をしていいのかなというのは、今ちょっと悩みながらお話をさせていただいておりますけれども。大塚拓議員はですね、外交防衛および財務金融が自分の分野ということで今頑張ってるんですけれども、もう議員になってそろそろ3年ですか。そう ね3年近くになりますね。自分のやりたいことっていうのもかなりしっかりと表明してらっしゃるんですけども、今後は家庭を持ってどんなふうに頑張っていきたいとお考えですか。ね、いや、家庭と仕事をもうしっかり両立する、なんでしょうね、理想的なお父さんになれればいいなと、こんなふうに思っておりますけれども、私もですね、やっぱり政治家のみならず人間の基本は家庭、家族にあると思ってますので、早く子供を産んで、子供を抱っこして赤い絨毯を踏んでお仕事に行きたいなと思っております。いいのかな。もちろん。とにかくですね、私たちの世代の代表というのはなかなか数が圧倒的に少ない分、声も小さいので、その分大きな声を出して、しっかり世代の声を背負って頑張っていきたいと思います。特に、ね、この界隈は子育てしている人も少ないし、そうね、それから他の分野でも大体財政政策とかいろんな分野でも、世代間で利害が必ずしも一致しないことも多いと思いますから、我々の世代の声をしっかり国家に届けていきたいかなと、こんなふうに思っております。今後ともよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。